今回の私たちの研究チームでは、ニホンザルが仲間と協力することができるというのを初めて発見しました。2つのニホンザルの集団で、実験を行いました。寛容性が低い一般的な集団では協力行動はほとんど成功しませんでしたが、寛容性の高い集団では非常に高い成功率で課題が成功しました。このことから協力行動が起こるためには寛容性の高さというのが非常に重要な要因だと考えられます。今回のニホンザルの研究によって寛容性というのが社会の中で協力行動が起こるために非常に重要な要因であるということが明らかにできました。人の協力社会の進化にも寛容性が高いということがまず重要だったのではないかと考えています。